確認問題ですよ。確認問題ね。はい、確認問題カズラ見てください。はい、それではいきましょう。で、ちょ3問だけね、ちょっとまあ部分責務に使うやつを、出してきたので、それじゃあ一緒にやっていきたいなと思います。もうやりたい人は止めてやっちゃってもいいですよ。じゃあやりましょう。はい、まず1番なんですけど、これはねもう品質パターンです。だってもう席でしょ、明らかに席の形になってるでしょ。で、どう見るかなんですけど、どう見るかで、これはね、ゆくゆくポイントとして言っていきたいんだけど、これね、先に答えやってしまうと、インテグラルの fx dx っていうのは、もうちょっと最終点で書きますが、今、xsinx の dx。で、どっちが何かの微分であるかっていうふうにこう見ないといけないんだけど、この場合は答えやってしまうと、sin の方を何かの微分だと思います。sin は 何の微分ですか ?sin。ね。これはマイナスコサインですよね。これ、ここを忘れないでくださいよ。ね。ですね、コサイン X の微分っていうのは、マイナスサイン X でしたから、符号変わりますから、微分してサイン X にするには、マイナスコサイン X の微分ですね。こうなります。いいですか。で、なんでこうなのかと。だってもう一個考えられるじゃないですか。こっちも考えられるでしょ。だって、マイナス、あ、じゃあ、2分の 1X2 乗の微分。こういうふうに考えてもいいじゃないですか。ね、こいつがこうなるからね。と思っていいんだけど、これやっても嬉しくないんですよ。何もいいこと起きないんです。こっちやると嬉しいことが起きるね。っていうのも、これね、これやっても嬉しいこと起きないのは分かりますか？あ、ちょっとやってみてください。興味ありました。とりあえず、こっちで部分積分を進めてみましょう。そうすると、綺麗にいきますのでね。はい、ちょっと続けていくと、で、次どうなるかっていうと、これは覚えてください。まず、中がそのまま外れます。はい。インテグラルが外れて、マイナスのインテグラルの、今度はこっちが微分するんですね。X を微分するのは1です。もう明示的に書いていくと、明示的に1と書いて、マイナスコサイン X、DX。こうなります。ね。ちょっと整理しますね。符号などを整理しますと、こうかな。はい。マイナス x コサイン x プラスインテグラルコサイン x dx とこうなります。はい。なのでもう嬉しいんですよ。ね。部分積分は前から言ってますが、この積分が消えることはないんですよね。消えることはないんだけど、ね。この積分が難しかったと。ね。この積分難しかったのに、この積分できるでしょ。ね。これは基本の公式ですよ。なので、積分できない、ね。計算ができない積分から計算できる積分に移ると。これが嬉しいところです。だから、右辺が、ですね、これ積分したら 3x と。なんで、まあ、積分定数最後につけて終わりと。ようですね。はい。もちろんこれ微分したら、こうなりますね。ちょっとチェックしてくださいね。OK です。で、さっきも言いましたが、なんでこう、こっちにしないのって話ですね。こっちにしないのって話ですね。これをこういうふうに見ればいいんじゃないかって話もありましたが、これね、ちょっと計算進めていっても何も嬉しいことできない。まあもちろんこの中身がそのまま外れるんだけどいいんだけど、今度こっちじゃなくてこっちを微分するから、まあこれ、2個目出てくる積分が2分の 1x 2乗 cosx dx なんですよ。もうこんな積分できません。ね。x2 乗 cosx dx なんか積分できませんよね。なんで、しかもどっちかというともうややこしくなってますよね。xsinx が x2 乗 cosx ですよ。ややこしくなっちゃってます。こんなんダメですよね。なので、イメージね。この1乗が2乗に変わっちゃってるか、1乗がこの0乗に変わっちゃってるかっていう問題です。これ x0 乗だからね。だから、実数を減らしていく方向で考えたいので、なんか多項式と三角関数の積だったら、三角関数の方を何かの積分、あ、微分だと思って、微分積分を実行してください。ってことでした。はい、じゃあ2番いきます。ね。2番は、指数関数ですね。指数関数、まあ明らかにこの積ですけど、まだ積なので、まああの、部分積分使うのが、まあ、パッと見えたとして、問題は、どっちが微分ですかと。元の関数の微分はどっちですかっていうのですね。まあですが、この指数関数の場合は割と簡単で、ね。インテグラルの fx dx っていうのは、インテグラルの、括弧 2x プラス 1e の x 乗 dx ですね。はい。ね。これは分かりますよね。これね。だって e って、もう e ってもうこれ、微分しても変わんないんですから、もう最高じゃないですか。
最高ですよ、ね、これ流紋しても変わんないんですよ EMX 上って。だからもうね、もうこの時点でもうこれ見た瞬間にこの E の X 乗って E の X 乗の微分なんですよね。 E の X 乗っていうのは E の X 乗の微分なんですよ。変わんないんでね。なのでもう部分積分してくれって言ってるようなもんですよね。だからこっちを微分する方に取ります。で、計算進めるともちろん 2X プラス1の E の X 乗マイナスのインテグラル、こいつを微分してください。 2X プラス1を微分すると2ですね。で、こいつの中身なんで E の 2X 乗と E の 2X 乗こうなりますね。はい、そしたらこれは積分できますよね。これは係数がないので2のインテグラル E の X 乗ですから E の X 乗の積分なんてもうできますからね。もちろん積分しても変わらないんですよ、 E なんでね。はい、なので結果的にはこんな感じで、まあ、そのまま外れます。まあ、最後ちょこちょっと計算してみましょうね。 E の X 乗同類項でまとめられますので、こうかな。はい、ここまで計算できます。はい、いい感じ、ね、微分子チェックしてくださいね、元に戻るとね。はい、次いきます。最後ね、はい、次これっすよ、ログ X ね。これね、これやりましたよね、これ覚えてます？公式一回示しましたよね、最初の方で対数関数の積分公式だよね、出したと思うんですけど、これをねしっかり自分で導けるようにしていきましょう。あの公式のところはパッと言っただけだったんでね、今度自分で出せるようにしていきたいと思うので、これ計算していくんですけども、インテグラル f(x) dx っていうのは、まあ、インテグラルのログ x dx と、はい。で、これをね、まあ、もちろんこれ x 正ですけども、これがあれですよ。これ1個しかないでしょ。ね、積の形じゃないでしょ。なので、自分で積だと思うパターンですね。なので、これね、x の微分が前に隠れてると、こう思っててください。もちろん x の微分1ですからね。1倍しても変わんないから、x の微分が前にいると思っておいて、そのまま計算実行します。はい、こういう、分積分だと思うと、まず普通に外れますね。で、マイナスインテグラルの、こっちそのままで、今度こっちを微分しますから、ログ x 微分したら、これが x 分の1ですね。なんでこうなります。はい。おっとみたいなね。おっと、ここ、x 分の x で、これは、1です。1。ね。嬉しい。ね。そう、うまく仕込まれてるんですよ。ね、1。なんで、1積分したら何になりますか？大丈夫ですよね。ちょっと簡単すぎて逆に危ないみたいな、そういうパターン。ね、たまに焦っちゃうんですね。1積分したら、これ x です。はい、なんで積分ですつけて終わりと。はい、感じです。もちろんこれで微分すると、元に戻りますね。はい。微分したらそのまま足す、そのまま微分。はい、OK です。はい、では、3問目確認してきましたが、分積分はこんなものにしていきたいと思います。というのも、分積分いろんなところで使うので、ちょっと、後々使っていくということで、で次回からは、もうあの、技術という技術はもうすべて終わりです、ね、あのいわゆるテクニックね、前から言ってますが2つの山があるって言って、置換積分と部分積分があるとね。で、その前に種子の関数の積分公式やりましたからね。でもあとはもう組み合わせですよ。組み合わせしたらできると。でも、あのもうあるあるパターンっていうのはやっぱあるんですよね。積分っていうのはやっぱり、まあ、微分の時もやりましたけど、やっぱこういう問題をこう解くんだっていうのをパッとひらめくっていうか覚えておくとすごい早いから、そういうのをね、3つ4つほどやって、ちょっとやってもらって、あと特殊なやつやって、そこからちょっと定積分に行きたいと思います。はい、ではしっかりね、ものにしといてくださいね。お疲れ様でした。